赤シガメシットノーコリスラサティスはサシガメ科の昆虫の一つ。全身が真っ赤な色をしている。体長15から16ミリメートルの昆虫。全体にやや暗い朱色をしている。頭部は小さく、色は朱色、腹眼は暗褐色をしている。単眼の部分は隆起しており、触角の基部には小さいながら顕著なトゲ状突起がある。触角は長くて黒色で、 1> 第1節と第2節はほぼ長さが等しく、第3節が最も短い。前胸背も朱色で中ほどでくびれ、背面は不規則に隆起している。小立て板も朱色で、前半分と小中線沿いが隆起している。前肢は長く、先端は腹部の末端を越えて伸びる。基部側の角質部は朱色で、先端側の膜質部は暗褐色となっている。 背面から見て朱色でないのは普通はこの膜質部だけである。ただし前胸瀬に黒い反紋を持つ個体が稀に出現する。頭部の覆面側は朱色だが中央と後方の円沿いに黒い反紋がある。胸部の覆面側はほぼ黒色、腹部の覆面側は朱色で各節の円近くに黒い反紋がある。ふわしはほぼ黒だが、元武士と転節は朱色となっている。 低山体の草むらで見られる普通種で、臨死目の幼虫、ハムシなど小型の昆虫を捕食する。日本では、本州、四国、九州、津島、五島列島、及びトカラ列島の中の島に分布し、国外では台湾、朝鮮、中国、ベトナム、インドから知られる。本州の所属する赤刺ガメめ属は、旧北宅東部。 東洋区からオーストラリア区にかけて18種が知られるが、日本では本種のみがある。金縁属の種は数多いが、本種のように全身が赤というのは他にない。赤い色を持つ刺し亀はかなりあり、例えば赤島刺し亀ヘマタイロビーチャナイグリルーファーなど、ビロード刺し亀赤には赤い部分を多く持つ種がいくつかあるが、大抵は頭部が黒とか、全種が角質部まで黒いとか、 赤い部分が本種ほどには多くない。またこれらは体格的にも本種より頑丈そうな太く短いふわ足をしている。以下、種として、石井ほか、P253、石川ほか編 P259、安永ほか、P174、石川ほか編 P259、石川ほか編 P259。ありがとうございます。